ぱり中国の問題がね、やっぱり大きな、まあ、安全保障だけじゃなくて、中国がいかにひどいことやってるというのは、13番、はい、こちらですね。はい、参りましょう。本日の視聴者の皆さんの注目度は3番目に高い話題ではありますが、ウイグル族の収容施設で性的暴行、イギリスの報道、中国に批判殺到とありますが、続けて深入り参りましょう。共同通信によりますと、中国の少数民族ウイグル族らの監視や統制を目的とした収容施設で、女性らに対して性的暴行や虐待、拷問が組織的に行われていたとイギリスの BBC 放送が報じました。施設におよそ9ヶ月間収容され、後にアメリカに亡命した42歳の女性は、2018年5月頃に最初に性的暴行を受け、その後も数回2、3人の男に集団でレイプされたり拷問されたりしたと証言しました。施設では14人が1つの部屋に入れられ、毎晩のようにスーツ姿の覆面の男らがやってきて、女性を選んでは監視カメラのない別室に連れ去ったということです。アメリカ国務省の報道官は残虐行為だとして強く批判し、即時かつ独立した国際的調査を認めるよう中国に対し要求したほか、オーストラリアやイギリスも国連による調査の必要性を強調しました。一方、中国政府は報道は嘘だとし、ウイグル族の人権は保障されていると主張していますとなっております。まあ、この点の話はね、もう山ほどはありますから、はい、まあ、いちいちこれを特に取り上げるというのも情け、大きく取り上げる必要もないと思うん、取り上げるというかね、まあ、これだけは特に強調することはないと思うんですが、まあ、この点のことは もっとひどいことがいっぱい行われてますからね。先日ですかね、西日本新聞が、スクープしましたね、はい、ウイグルの女性に対して10万人単位で不妊治療を行ったんですよね。つまりそのこれいわゆる民族浄化作戦というか、民族をそのいわゆるこの世から消してしまうという、これ大きな、まあ、ジェノサイドですよね、これ、でそういうものに対して、日本政府はですね、この間もそのなかなかその外務省はこれをジェノサイドと認めないと、そう言おうとしませんよね。その世界の国はみんな、それはこれ外務省だけじゃなくてですね、日本の国会議員、日本の国会でもですね、そういうこれはもう大変なそのいわゆる民族虐殺であるということをですね、国会で決議をしてもらいたいなと思うんですけどね、全くやりませんよね。はい、いやこれ西日本新聞がスクープしたんですけど、これ中国側の統計ですので、これ火曜特集で後でやらせてもらいますけど、とにかくその19倍、不妊手術、女性への不妊手術が19倍、男性への不妊手術12倍、5年間で中国側の統計で明らかになったもんですから、ジェノサイドのやり方がこういうことをやってるということで、これも後で詳しく話をさせてもらいますけど、そういう、うん、そういうやり方です、それで今ベストセラーになってる命がけの証言ということで、その清水智美さんの、漫画が今ベストセラーになってますけど、要するにウイグルで何が行われているかって、これ本当に氷山の一角なんです、このニュースは、だからそれはもうすでにずっと明らかに今までされてきてるわけなんだけども、これがこの来年の北京冬季五輪の、これジェノサイドの一つの材料としてこれ出てきてますから、国際的に認定されると、国際的にこれ、認定されてきますと、これはもうオリンピックはできませんから、これ大変な問題に今年どんどんなっていきますから、これは視聴者の方々にも注目していただきたいと思います。在日チベット人の方々もね、ボイコットを呼びかけるようなね。ただ日本はそれに対して、いわゆる若干中国寄りなんですよね、日本政府もね、外務省も。あと一方、中国政府は報道は嘘だとし、ウイグル人の人権は保障されていると主張するんですが、そこまで主張するんだったら、例えば国際機関の、いわゆる視察を受けてみろと言いたいですね、ちゃんと公開してですね、ウイグルにその外国人の記者とかですね、あるいはそういうその国際的な視察団を受け入れてですね、実態を見せてみろと言いたいですね、そういうことしないで、いや、うちは何もしてないと言うばっかりですからね。